というわけで今日もくまくんがやってきてくれました。いやーくまさん、いつ見てもいい疲れっぷりですね。くまさんはなんかお風呂が似合いますね。いい感じですか、お風呂。今年の夏はどうでしたか？暑い夏でしたか？うん、森の中からにょっこり出てきてみたい。ああ、森の中に住んでんだね、クマさんね。クマさんは木こりかなんかやってるんですか？え、すごいよ、僕の歌があるじゃん。あるの？森の中から出てくるんだよ。森の中から出てくる歌ってあるのかね？ああ、森の中ってやつですね。クマさんに出会ったってやつが。ああ、奥が深いですね。さすがクマさん。いやー、頑竹のあるお言葉ですね。なるほど。じゃあクマさん、秋に向けても頑張ってくださいね。うん。秋は何を食べますか？森の中でキノコでも食べようかな。ああ、キノコですね。キノコ狩りもいいですね、秋のね、味覚でね。ではクマさんでした。じゃあ最後にご家族の皆さんに一言お願いします。僕森に返さないで、海の方がいいよね。以上、中継でした。